狭すぎてさ、降りちゃうとさ、ダハンチャルもさ、ガチレベルで、これは、こんなみたいな。遠い小山に住んでいる、いたずら好きの子狐。
についてきてくれますか？いいと思う。ありがとうございます。黄色担当ともです。よろしくお願いします。イエーイ。お兄ちゃん、カノンちゃん。はい、カッキー、ノンキー、カノンちゃん。紫担当、カノンです。よろしくお願いします。次はミノちゃん。はい、毎日ニッコニコ。これが私のチャームポイント。担当、看板娘のニノです。よろしくお願いします。イエーイ。最後にチカちゃん。はい、マイペースだけど看板娘のガシゴシです。よろしくお願いします。ごめんな。それは知らない。やらんのかい。やらんのかい。やらんのかい。私たち安城商店街アイドル看板娘は、商店街から安城を元気にをコンセプトに結成された商店街密着アイドルです。毎月行われている商店街のイベントに出演したり、商店街のお店の PR をしたり、安城市や安城市の商店街活性化のための活動をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いただいた曲は、おいでよ安城商店街、そしてゴンギツネで有名な安城ゆかりの童話作家新見南吉さんにちなんで作られた南吉体操ハイハイハイという曲を聴いていただきました。私たち普段は愛知県安城市の商店街を拠点に活動しているんですが、皆さん安城市ってご存知ですか？知ってる人。嬉しいですね。今日私たちをきっかけに、知ってもらって遊びに来てもらえたら嬉しいなって思います。そして今日はなんと看板娘大垣初上陸です。イエーイ。みんなは大垣って来たことあった？今まで。実は初めて。私も初めてだよね。これで、ね、これもですよね。嬉しい。本当にやっと来れたって感じだよな。そうだね。でも大垣といえばさ、やっぱ OKB じゃね、うん、ほら、あの歌。せーの。あなたも私もオッケーオッケー、にっこり笑ってオッケーオッケー、笑顔で向かいオッケーオッケーオッケーバンク、テレビ銀行オッケービー、大垣共立銀行、大垣共立銀行。なんか僕らみたいに泣いちゃう感じね。すごいよね。探り探り。でもね、私たち実はキーボイツでね、はい、大垣共立銀行さんの前で、はい、物販させていただいてるので、まあ、ある意味、まあね、毎月大垣なう的な、うん、そうだね、感じ。そういえばさ、うちのスタッフさんが夜行列車って言ってたんだけど、なんか大垣駅始発で夜行列車に乗って東京に行ったりしてたんだって。へえ。だよね、ほんと。ねえ、ね、今日もね、うん、JR の東海道線乗り換えなしであっという間に来れたからさ、結構近いじゃんって思ってた。1時間ピッ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 来れたんで、皆さん安城にもピュッピッと来れるっていうね、ねえ、お知らせです。大垣いいとこだしね。いいね。そうだね。今さっきもね、大垣屋さんからですね、たい焼きの差し入れをいただきまして、はい、ありがとうございます。今日も美味しかったですよ。お好みたい焼きがめっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。さんのね、コラボなのかな、ね、あれもいただきまして、本当にありがとうございます。美味しかった。美味しかった。ね、それで元気もらったんで頑張れます。ね、頑張ります。もうそれだけで幸せ。ね、幸せ。思い出思い出だよ。思い出ができてよかった。ね、先輩に。はい、それでは元気になったので。元気になったので。次の曲に行かせていただきます。それでは聞いてください。看板娘で。少し薄むいてる、あなたの横
私たち看板娘は毎月私たち看板娘は毎月第4土曜日に安城市の中心市街地で行われるホコテンキーボイスというイベントで定期公演をさせていただいております。今月はもう終わっちゃったんですけど、来月は27日です。私たちのステージ以外にもたくさんの出店や企画があるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、その他私たちの情報は安城密着コミュニティサイト、あんみつや YouTube、Twitter などで配信しています。安城スペース看板娘まる検索してください。はい、それでは本日最後の曲に行きたいと思いますが、その前に前に大垣に来たからね、絡まずには帰れませんよね。ねえ、むすびアットセンセーションさん、乾杯。遊びに来ていただいて、あのお買い物もしていただいて本当にありがとうございます。あの私たちがなんでこんな風に仲良くさせていただいているかと言いますと、はい、さっきね、マサさんとの会話でも言われてたんですけど、はい、あのハッピータイムという曲をね、お互い歌っているグループということで繋がることができて、はい、仲良くさせていただいているという感じなんですけども、すいません、こっちがずっと言ってますね。ありがとうございます。もう本当におがきまでご足労いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それでですね、あの提案なんですけども、はい、はい、一緒にハッピータイムをやりませんかという。やりませんか、やりませんか、やりませんか。乾杯します。
は安城に来てください。行きます。お願いします。次は私たちのホームで勝負だぞ。これのガーイ行きますと、余裕のよっちゃんでございます。本当ですか。はい。今日はありがとうございました。以上、私たち安城商店